秘密基地オタワの秘密基地。マージマジマジ色動画ご覧の皆さん、こんにちは、オタワです。今日紹介するおもちゃは、これだ魔法戦隊マジレンジャー、魔法鉄人デラックストラベリオンだ <laughs> ああ、全国の超激世代、戦隊ファン、ガング野郎、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。 それから、ちびっこはぜひ、大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう !3 号ロボのマジシャインが乗る、トラベリオン。これはね、前回レビューした1号ロボのマジーキング、それからウルカイザー。この2体のロボットと大きくコンセプトが異なっているのが特徴なロボットです。まあ中でもね、変形難易度がこう優しめに作られているのが特徴。というわけで見ていこうマジレンジャー2005年だからもう、 15年前 <laughs> 信じられるで、これがトラベリオンのパッケージですね。ここの中心に映っているのがマジシャインこれ、ね、劇中、中盤から登場しました。ヒカル先生みんなからはね、ヒカル先生と言われてるんだけど、ヒカルが変身した姿です。余談なんだけど、スーパーセンタの歴史において、このゴールドの姿を模したキャラクターっていうのは、このマジシャインが最初なんだよね。意外だよね。というわけでね、パッケージこんな感じ。背面 これは魔法特急トラベリオンエクスプレスと言います。蒸気機関車タイプのトレインですね。さあ、というわけで、まずはトレインモードからじっくり見ていこうじゃーん !6 両の魔法特急を取り出しました。まずはこれがヘッドトレイン。これが先頭部分になります。ゴールドのカ,カラーが鮮やかで綺麗ですね。あと、これは蒸気機関車がモチーフになっています。 ここのコロのところもね、このように、なんて言うんだろう。この SL 特有の、こういうコロができます。で、これは電源を入れると、あの、音声ギミックがあるんだよね。電源をオン。<noise> このような音声が鳴ります。で、スイッチはここ。 LED で発光しながらなんていうのかなこうガタンゴトンガタンゴトン言います男は黙って殺そうかさあ次これがリアトレインこれは、えー、2両目の車両ですね造形はこんな感じ これがね、ボディの中央部分になります。これも殺そ走行できます。さあ、そして、カーゴ、トレイン、ワン、ツー、スリー、フォーです。で、これが要するに腕になり、えー、ツーとフォーが足になると。で、さらに、これは同じ造形になっています。で、こっちは左右があるという感じですね。ちょっと一つ見ていこう。ワン、造形こんな感じ。まあ、基本的にどれも造形同じ感じですね。で、ここが開きます。これ全部開きます。 さあ次。カーゴトレイン2。ここを開けると、じゃん。小型車両のリモートライナーが入っています。すべての車両に連結器があります。つなげていこう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。これで完成トラベリオンエクスプレス長いです これね全長90センチくらいありますね。まあ、約1メートル。めちゃくちゃ長いです。このようにね、コロ走行できます。ちょっと長さが、あの、僕の机が、あの、小さいんで、ちょっとこんな感じで <laughs>、コロ走行しています。さあ、お待たせトラベリオンに変形合体いきます魔法変形 !55 ゴ,ゴ,ゴルディーロ今回のトラベリオン、オタファテクニカルレベルズバーリー 3! 結構ね、優しめに作られています。それではどんどん行こう。まずはカーゴトレイン。足行こう。これですね。これは後ろの連結器を収納。これで完成。まあ、さっきも言ったように、左右がないです。反対側、反対側うん。2と4を変形させて、これで足の完成。さあ次。腕になる1と3。連結器を収納。反対側も収納。 そしたら、ここの部分を反転。このように合体ジョイントが出てきます。そしたら、最後に、ここの部分を押し込んで、これで完成。反転側も同様。収納。収納。展開。そしたら、ここを押し込む。これで完成。さあ、そしたら、胴体になる、リアトレイン。 これがね、結構面白い変形をします。連結器を収納。そしたら、ここにジョイントがあります。あ、その前に。このパーツを上に起こしたら、半分に割って、ここでロック。このようにします。そしたら、このパーツを起こす。上に起こし、中に頭部が入っています。この頭部を起こして、後ろまで持ってくると。で、ここでロック。 これで完成。そしたらこの時点で全てを合体させます。足。腕。これはスライドさせて合体させます。こういうやつですね。反対側も同様。そして最後はヘッドトレイン。まずはこのサイドの部分。このパーツを、ロックを外して展開。 そしたら、上に向けてこれを斜めにします反対側も同様かさあそしたら胴体の中に1233箇所のジョイントがあってここを合体させるあそうだごめん連結器を収納ね連結式収納して合体させます さあ、そしたら最後。この先頭の部分のここを下に倒せば。連結完了魔法鉄人トラベリオンだ <laughs> おー、見事にね、変形合体しました。早速手に持ってみよう。これね、すごい久しぶりに触りました。直撃世代の人も懐かしいんじゃないでしょうか。 この武骨なプロポーションがたまんないですね。全体はこんな感じ。こうしてみると、うん、劇中と同じ感じなんだけど、あの劇中と最も違うのは腕がね、こう結構曲がってる、肘がね、こう曲がってるスタイルなんだけど、まあ腕がまっすぐ伸びた感じになってますね。かなり武骨です。横。そして後ろ。早速、近くでじっくり見ていこう。まずは上半身、および頭部のアップ。 顔はこのようになっていて、かっこいいですよね。マスク顔になってて。まあ、このマジシャインもそうだし、このトラベリオンもどこかこう、なんていうかな。僕のイメージだとアラビックなモチーフがこうあるかなと思うんですよね。マジランプランプを使ってたりとか。うん、どことなくこうアラビックな感じがします。ちょっとこうターバンを巻いてるような感じで。うん。この顔はすごいかっこいいです。胸部。このいかにも蒸気機関車が合体したんだっていうのがね、一目でわかるデザインになっています。 ここら辺の変形ギミックもちょっと複雑になってて面白かったですね。腕。腕は強ツいですね。このデザインと足。この、ここはね、同じになってます。まあ、正面から見るか、横から見るかで、まあ、パッと見の印象が違います。面白いよね。それから後ろ。続いては可動範囲。まあ、基本的には腕回りのみですね。頭や足は動かずに、肩のところで2クリック。横に広げられます。 そして、男のハチクリック。腕が回ります。劇中に近い感じだと、こういう感じかなトラベリオンには手持ち武器がありません。なので、劇中ではもっぱら格闘戦でしたね。このように、拳をこう連続で繰り出すパンチ。ピストンパンチあと、よくやってたのは、この頭部からね、こうスチームが出てきます。蒸気機関車なんでね、スチームバズーカ。それから、敵の動きを封じるときに、ここを展開。 そう、リモートライナー。リモートライナーは、こう、光の、こう、線路が出てきて、これで、こういう風に、ぐるぐる回って、敵の動きを封じます。ちなみに、リモートライナーのデザインはこのようになっています。これはね、左右があって、ここで連結ができます。後で紹介するギミックの時に使用します。さあ、そして必殺技は何と言ってもこれですね。ここの部分を開けます。そして、ボタンを押す。 これがね、デストラクションファイヤーと言います。このデストラクションファイヤー。これがね、すごいエグい技で、ここからね、こうビームが出ます。で、それを受けるだけじゃなくてね、こう敵が、そのエネルギーによってね、こう封じ込まれます。で、まあ蒸気機関車なんで、中にこう釜があるんですね。その中でこう焼き尽くすみたいな結構エグい技です。 あとはこのデストラクションファイヤーは逆噴射といってね、こう炎を吹き出すこともできます。ギミックはこんな感じ。さあ、そしたら、1号ロボのマジッキング。一緒に並べるとこんな感じ。おー。この羽がでかいんでね。マジキングとトラベリオン一緒に見てどうかな。やっぱりこう明らかに、 こう、コンセプトがちょっと違う感じですよね。これのオタファテクニカルレベルいくつかなあの当時言ってなかったんだよなズバリ、<laughs> そうだね。6? うん、6だね。こう、難易度が3と6。うん、だから全然違います。さあ、そして、ニゴロボのウルカイザー。一緒に並べるとこんな感じです。これも傑作だよね。これのオタファテクニカルレベルは、あこれも6ぐらいあるんじゃないかな じゃーん。そして、3体を一気に並べるとこんな感じです。うーん、この3体の中でもね、トラベリオンがかなりボリューミーであることがわかります。頭の高さ的にはだいたいどれも同じですね。さあ、そしてギミック最後はブレストチェンジ。この胸部をね、交換できるんですよね。で、その時にさっき紹介したリモートライナー。これを使います。マジキングからいこう。ヘッドトレイン。この胸部を取り外し、 リモートライナーをここにセット。そしたら、マジキングの胸部を取り外し、足をね、少しだけ開いておきます。で、ここのジョイント。これを使って、ここに、ね、取り付けます。マジフェアリーのこのパーツを、こっちに向ければ、これで完了ブレストチェンジするとこのようになります。で、マジキングの方は、腕を上に上げて、 トラベリオンの胸部の車輪の部分。これをね、下に下ろします。で、ここを使って合体。で、これはグリップになっているわけですね。マジキングの拳にセットすれば。これで完成このようになります。こうしてみると、なんかこれはグリップをちゃんとこう持ってるしね、なんかこう必殺技をやりそうな感じなんだけど。まあ劇中には登場しない、ガングオリジナルギミック。 そしたら、ウルカイザーは、頭部を外して、トラベリオンの方はさっきと、同様の合体パターンですね。このように、取り付ければ、これで完成。今回はここにないんだけどね、セイントカイザーも同様のやり方です。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで、今回の魔法戦隊マジレンジャー、魔法鉄人デラックス、トラベリオンのレビュー、いかがだったでしょうか 直撃世代のあなたに楽しんでもらえたり、ご存知のない方にとってもね、一緒にこう遊んで触った気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。さあ、このトラベリオンなんだけどね、冒頭でも言った通り、まあ、今こ、ちょっとここにないけどさ、ウルカイザーとかマジキングと、まあ、明らかに、あの、違う感じなんだよね。ちょっとこう、テこ入れが入った感じがすごくします。なんかよく言われてるのが、このマジキングだとか、2号ロボのウルカイザー。 ここら辺の変形の易度が高くて、ちびっこがこう変形できないよっていうお手合わせがバンダイの方に結構あったようです。で、まあなのでね、多分そのあれを受けて、まあこのトラベリオンはすごくシンプルになったんじゃないかなと、あの僕は感じています。まあでも今見てもね、うん、これはこれで、あのかっこいい。シンプルな変形合体で、これにしかない素晴らしさがあります。いやーあとマジレンジャーはね、劇中の物語がすごい面白いですね。本当に。 いろいろ語りたいけど、盛大なネタバレあるからね、まだ見てない人もいると思います。本当に最後までぜひ見てもらいたい戦隊だなと思いました。そうしてね、僕は大満足です。これからもずっと大事にします。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 俺も戦隊が好きだ。マジレンジが好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。あとどんなことでも結構です。おーたまー。 トラベリオン懐かしいねとか。あ、確かにこれは変形が優しめだねとか。あ、僕は劇中のこんなエピソードを覚えてる。こういうところが好きだった。などなど、どんな靴でも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。お疲れでしたまじまじまじロろ。まったねー 夜の「ミッションを繰り出せよ」「変形が赤い」「憧れてた」「夢のトラスフォン」「わかっの君つきんち」